その2つが多分スローインにとっては大事。さあやってまいりました、ゴールキーパー放送局、ピッチャー高木義成がお送りします。ということで今日のテーマは何でしょうか。野球。野球のテーマになっちゃった。ちょっと待って待って、スローイングっていう風に聞いていたんですけど、野球なんですか。スローイング、あっそう、野球なんかなと思ってた。今日大谷さんのイメージだったわ。ゴールキーパーのスローイングですよ、うん、ゴールキーパーのスローイング。これあれだね、これを聞かれたらこんなわかんねえよ、こんな3人さん聞こうやってやったの話だよね。そう、11月の頭にですね、このような質問が届きました。本当そのまんまです。早くて遠くにピンポイントに届くスローイング教えてくださいっていうふうに僕の LINE の方に届いて、でその動画のアンサーとして3人さんに聞こうっていうふうに僕たちは回答しました。なんかあれじゃね、教えてサニーさんみたいなコーナーさ、放送局なんで勝手に作っちゃおうぜ。サニーさんいねえから言うけどいるじゃん。いるか、ね、勝手に作っちゃおうよ、教えてサニーさんのコーナーですみたいな。それ言ったら勝手じゃないんだよな。大丈夫大丈夫。今回もサニーさんに聞いていこうというコーナーでございますが、前の動画で出てたのは高木さんが直下級っていう話してて、許可金がどう影響するのかまではあまり僕たちは触れられず終わってしまったわけなんですけど、なので今日はゴールキーパーのスローイング、早くて遠くにピンポイントが届くスローイング、ぜひ皆さんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします。やっぱ放送局のコメントって欲張りっすよね。やばいよ、やめて、減っちゃう、やばいよ、怒られてるよこれでもね、サニーさんこれね、マッサンが悪いんだよ多分ね。サニー高木は選手たちに対して結構辛口な感じで、うん、お前さんもし自分考える目線もあるじゃない。はいはい。マッサンは、うん、トモ君とか集まっておいでってやっちゃうからあーなるほどね。だからね、バランスはいいのよ。その通りなんだよな。だってマッサンのとこに来た子とか俺もケチョンケチョンに言うもん。絶対やめてんじゃねえよって。そう、前怖かったのキーパーやめたらって言った時も、もうそういうのはいいからもう早く許可金の話からもうサニーさん、はい、お願いします。すいません、はい、は早くて強い球ピンポイントに行って、スポーツでいうと陸上の投擲競技だったり野球だったり、ちょっと離れたバレーボールみたいなところでオーバーヘッドスポーツっていうのの研究っていうのを用いることが大事。ただその辺のバイオメカニクスみたいなものはほぼ解明されてて、そういう教科書でも読めばいいのかなと基本的には。ただそのレベルで話はしたくないので、まあ、ちょっと面白い話があるんで、お願いします。まあ、僕病院で勤めてた頃に野球選手めちゃくちゃ来てたんですよ。まあ、病院にはデータがあって詳しくは言えないですけど、パソコンの前でずっと眺められるんですよね。病院ってその前回脳梗塞の病院、いやスポーツ整形のシェアで一番のところですね。でそこでこうまあいろいろ見てて、まあメジャー行ってる選手たちとか日本でも優秀な選手たちとかっていうのの筋肉の大きさを調べてみましたと。ちょっと面白いねそれ。論文とか出したわけじゃないんで、完全サニー調べで面積を測ってたわけですよ、夜な夜なずっと。面白いなそれ。でもさあれだもんね、予想じゃなくてちゃんとしたものを見ながらやってたんだもんね。やりましたやりました。面白いかやな、気持ち悪い。しかも時系列とかも見ながらやってたことがあって、筋トレの話ってたくさん世の中に出てくるじゃないですか。そうすると三角筋がでかい方がいいみたいな話になる。三角筋でかいと怪我するんですよ、肩の。三角筋がでかすぎると肩って関節の中でどれだけスムーズにズレがなくくるって回れるかどうかが勝負なんで、三角筋がでかいと外に引っ張られちゃうんで、ここが動揺しちゃうんですよ。だから腕の遠心力がうまく使えなくて、かつ肩の中の障害が起きる可能性が高い。そうするとよく言われるインナーマッスルっていうのは大事なんだけど、その中でも極下筋っていうのがトップアスリートになればなるほどでけえっていう結論です。なんでかっていうと、あのリリースのところで手が中に回るじゃないですか。こうやって投げる人はいないじゃないですか、手が外に。確かにそうです、最終的にはこうなるんですけど、ここのスピードが速ければ速いほどこの後ろについている極下筋がこのところがこう引っ張られるんで、どんどんでかくなっていくんです。それ投げ手だよね。投げ手です、投げ手の。あー、オッケー。今あのサニーさん見ると左手だったからさ。あ、そう、僕左利きなんです、うん、そうそうそう。でも今のってさ、すごいいい質問じゃない？俺。はい、そうですね。よし、じゃないよ。1ポイント入った。日本人のさ、ほとんどは右利きなわけだからさ。だから、それがまあ一個大事で、うん、もう一個面白いのがあって、はいはいはい、ちょっと待って、これさ、ここからさ、有料にしね。落ち着いて落ち着いて。いや、ダメですよ。
だってこれ超いい話だよ。だって次超いい話だから聞いてほしいって呼んだんですよ、うん、そうちゃちゃ入れんなってね、ごめんなさい、すいません、はい、はい、落ち着こうお願いします。腕は大事なの分かるじゃないですか。でも、うん、スローインで全身の力伝えたくて、こう野球とかこう回る動きじゃないですか、まあ、キーパーも回る動きかと思ってるかもしれないですけど、はいはいはい、大谷翔平選手投げるとマウンドの下って縦のラインができるんですよ。これは人づてで聞いた話なんですけど、室伏広治さんが投げた後って縦の線ができるって言われてて、室伏さんはハンマーを投げてんのに縦のラインが出るってこと？いや、ハンマーじゃなくてボールとか投げると綺麗にこう縦の線が、うん、ああそういうことか。これは聞いた話なんですけど、だから回線動作なんだけど、下半身に関してはまっすぐ引くっていう動きが重要。これはもちろん正しい動きなんですけど、投げる側と逆の足が前に出てそれを引いてくるんで、そこのハムストリングスがすごい重要であると言われてて、だから足の指から足の裏アキレス腱ハムストリングスって伝わってくラインが発達してると強いパントキックになっちゃった。早いよ。もう最近ザイアントばっかりやってっから、スローイン。でも理論はどっちも一緒なんですよ。足でボールにぶつけるのか力をぶつけるのか投げるのかの違いなんで、その2つが多分スローインにとっては大事。これは高木さん素の状態でめちゃくちゃ飛んでたじゃないですか。これはね、直下筋がでかいから。どうやそう意識して投げてた。今日も俺の曲課金でボールを打って。でも俺は本当にスローインでね、ストレス抱えたことないの、うん、高校時代からもう全然ペナの中からハーフエライン超えるの普通だったから、うん、だからもう蹴んなくていいやと思ったぐらいだからね、パントキックなんて。で俺多分そういうことで言うとちょっと人より大きめなのかもしれないけど、今レントゲン撮ったら大きいのかな。習慣的なものなんでインナーって、普段ナチュラルに使ってればでかいですよ、うん。それでナチュラルに使ってたら何してるのって言ってる。いやいや、高木さんなんてナチュラルモンスターじゃないですか。実際動き見てナチュラルにやっぱやばい人っすね。こういう人と比べちゃダメ、自分と比べてやらない。まあ俺もよくさ、この体型でよくサッカーとかやってると思うよ。今はじゃないですか、ね、今はだけど。ちょっとあのずれちゃうんだけど、単にさ、ロングスローってあるじゃない。はいはい。あれは直下筋とかも関係してくるの？こっちのロングスローですか？そうです。こっちのロングスロー、こっちのロングスローは関係ないです。もう背中っす。なんか、ね、面白かったのが、これどう思うか聞きたいんだけど、栃木 SC かなんかの OB か、そう現役の子か分かんないんだけど、ロングスロー投げれる子なんだろうね、選手の名前ちょっと分かんないんだけど、はい、2キロのメディシンを投げる練習をしてた。はい、うん、びっくりしちゃった。このご時世にそんな原始的って言ったら失礼なんだけど、それってなんかさ、あれじゃん、2キロ投げれりゃいけるぜみたいな雰囲気で、確かにその子でもその2キロもすげえ綺麗に投げれるの。それはあれですね、うん、近代的ですね。プライオメトリクスって言われるバネのトレーニングの一種です。逆に近代的なんだ。もう陸上の投擲とかもみんなやってますね。わかる。日体大ででかいボールを上に投げたり横に投げたり、あれ面白いから見てんだよ俺ずっと。こうやってその全身のバネのトレーニングなんで、うん、意図してればいいんじゃないかな。なるほどなるほど。ちょっとスローインつながりだったんで横にずれましたけど。いや大事ですよね、うん。マッサン全然喋んねえじゃん。今日は聞くだけですよ。じゃあもうマッサンいいよ、抜けてもらってこっちやっとくから。困るんだけどね。じゃあまとめていきましょうか。高木さん、はい、なんか他に質問だったりとか、はい、気になる点あります？なんかね、直下筋っていうので、うん、ストンって落ちたし、サニーさんのさ、エビデンスの取り方というかさ、一個ずつ見てった結果さっていうの俺すげえなと思うよ、ね。安心したもん、あれ言われた瞬間に、よし来いって感じで。安心した？俺うわって思ったよ。すごい難しい話しちゃったんですけど、簡単には足で地面をブレーキかけて腕で前に進めるだけなんで単純なんですけど、そういうトレーニングが必要だよっていうことなんですよ。作用反作用をちゃんと体で見ましょうってだけで、そのためにハムストリングス強化筋がすごい大事ですっていう。わ、素敵な終わらせ方。はい、はい、今日は以上ですね。マッサンいけるよ。マッサンいけるよ。はい、今日は以上です。いけるよ。本当に終わります。バイバイ。